ヒロトです。ということで今回は好きな人からベタ惚れされてしまう恋愛運の神がかっている人が無意識にやっている行動を5つ紹介します。あなたの周りにも特別顔が整っているわけではないけど、なんか常に彼女がいたりめちゃくちゃモテてるみたいな人いませんか？今回の動画で紹介する5つの行動を実践してもらえれば、自分って恋愛運ないなって思っていた人でも恋愛の神みたいな人が舞い降りてきて急激にモテるようになるんでね。あ、これマジっすよ。ぜひ最後までの動画を見て今まで実践していなかったものを実践してもらえればなと思います。あ、これふざけてるとかじゃなくてマジで恋愛運上がりますからね、行動一つで。その理由も動画の中で話していくのでぜひ楽しみにしててください。ということで早速本題に入ります。まず1つ目、恋愛運を引き寄せる人が無意識にやってる行動、1つ目は相手に向ける行為の調整ができるです。いつも僕の YouTube を見てる人なら知ってると思うんですけど、隙バレって基本的には良くないんですよ。できるだけしない方がいいです。ただこれ1つポイントがあって、自分の行為が相手に全く伝わらなければいいのかっていうとそうではないんですよね。この人自分のこと好きなのかな、それとも何とも思ってないのかなって思わせてるぐらいが一番ベストなんですよ。これは海外の論文でも、人は明確に分かってるものよりも分かりそうで分からないものに強い興味を持つっていうことが分かってるんで、これは間違いないです。モテる人、まあ恋愛を引き寄せる人っていうのは、いわゆるこの行為の向け方、強度を調整するのがめちゃめちゃうまいんですよ。これをね、意図的にやってるかどうかは別ですよ。ただ無意識レベルでもめちゃめちゃこの調整がうまいです。でまたね、すごいモテない人にある例なんですけど、相手はまだ心の準備ができてない、そもそも友達かどうかも怪しいぐらいで、自分はめちゃめちゃ好きだ、もう大好きだっていうのを向けちゃうから、気持ちのギャップでこの人は無理だな、冷めちゃうなってなっちゃうわけですよ。だからめちゃめちゃ好きだとしても、それを調整して相手が一番心地いいって感じるぐらいの行為のレベルに調整できるっていうのはめちゃめちゃモテるんですよ。もうね、恋愛のレベルが一気に2段階くらい上がります。ぜひ今までこのね、行為のレベルを調整するっていう観点がなかった人はね、今日から実践してもらえたらなと思います。ということで恋愛を引き寄せる人が無意識にやってる行動を2つ目にいきます。2つ目は自分の感情のコントロールができるです。これができない人で恋愛がうまくいってる人を僕見たことないですよ。だって言い方悪いですけど、自分の感情をコントロールできないって動物と同じですからね。お猿さんと付き合いたいとか、一緒にデート行きたいなって思う人いないじゃないですか。できたらあなたも人間と付き合いたいですよね。もうちょっと心理学的な言い方をするのであれば、男女ともに、あ、この人は優秀そうだな、一緒に生存していけるなって思う人に興味を持ったり好意を持ったりするんですよ。だからすぐに怒ったりとか、気分がコロコロ変わったりとか、思ったことを全部そのまま口にしちゃうとか、そういう人は、ね、モテないどころか一緒にいたいとすら思われません。せっかくね、あなたに興味を持ってくれそうな人も、そういったあなたの行動を見て幻滅してあなたから離れていってしまうと、これは恋愛を引き寄せる可能性があったのに、自分の行動のせいでそれを遠ざけてしまっているわけですよ。でこういう人に限って、ああ、いい感じだったのに恋が離れてった、恋愛運ないわーって言うんですよ。もうこれ後でも話しますけど、恋愛運なんてものはなくて、チャンスを自分の行動や考えでつかめるかどうかっていうのを実質恋愛運って呼んでるだけなんですよ。だから最初にも話した通り、無意識にやってる行動だったりとか考え方をちょっと変えれば、今までつかめてなかったチャンスがつかめるようになるんで、結果的に恋愛運がめちゃめちゃ上がるってことです。このままの流れで恋愛運が引き寄せる人が無意識にやっている3つ目の行動に行きます。3つ目は、付き合うことから逆算して人間関係を構築できる、これです。でこれはっきり言ってね、今日の5つの中で一番難しいと思います。まあこれも人間関係に限らないですけどね、ゴールから逆算して自分の行動を決められる人は何事もうまくいきます。まあ論理的思考力とかも言われますね。これができると、どうすれば狙った人と付き合えるかっていうところから予測して次の行動を決められるんで、デートっていつ誘うべきかなとか、どうやって好感度上げようかなとか、悩む回数とか時間が圧倒的に減るんですよ。例えばですけどね、まあ極論、自分にある程度興味持ってる人にアプローチすれば付き合える確率高いじゃないですか。自分のことを生理的に受け付けないっていう人にアプローチするより、何としてでも付き合いたいんだったら、なりふり構わずいろんな人にアプローチするんじゃなくて、自分に振り向いてくれそうだな、気が合いそうだなっていう人に徹底的に絞ってアプローチした方が付き合える確率が上がるんですよ。極論ですよこれ。でもやっぱこれ極論なんですけど、真理で、どれだけ自分が好きだったとしても、もうアプローチして付き合える確率がゼロなのであれば、一旦他の人と付き合って恋愛経験を積んでから、もうその人と付き合えるっていうレベルまで来てからアプローチするっていうのも戦略としてはありなわけですよ。そっちの方がね、付き合える確率が上がるなんですよ。こういった取捨選択をしていかないと、めちゃめちゃ楽しい学生生活を無駄にしてしまうんでね。 100% 付き合うってところは逆算した人間関係しか気づかないっていうのもまたあれですけど、必要最低限の取捨選択はやっぱり必要です。モテる人とか恋愛もあるなって人はこれをやってます。では続いて、恋愛を引き寄せる人が無意識にやってる4つ目のことにいきます。4つ目は、相手の変化に気づけることです。モテる人っていうのは、とにかく相手の変化に敏感です。髪を2センチ切った、今日は香水つけてるな、そういった見た目の変化はもちろん、あ、
この人自分のことちょっと好きになっていってるかも、あ、めっちゃ好きかもっていうのを察知する能力がめちゃめちゃ高いんですよ。で、相手の好意が自分に向いた時に自分も好意を向けるようにすれば急速に関係が発展して付き合うっていう状態まで持っていけるわけですよ。でもね、多くのモテない人は自分に好意がない時には好意を向けて、相手が好意を向けてくれたことには気づかずに、あ、もうダメだ、メンヘラ状態に陥ってるわけですよ。だからせっかくの付き合えるチャンスっていうのを逃して恋愛運ないなって言ってるわけです。じゃあ何をすればそういう変化に気づけるのかって話なんですけど、団体の話でまずは相手に興味を持つっていうところから始めるようにしましょう。でもそういうこと言うとね、好きな人のいろんなこと僕知りたいですよ、興味ありますよっていうのがあるんですけど、これは自分の知りたいことで興味を向けるんじゃなくて、相手があなたに興味を持ってほしいと思ってることに対して興味を向けるんですよ。自分のための興味なのか相手のための興味なのかっていう違いですね。こういったものにうまく区別をつけて、相手が好きなものとか嫌いなものとかに興味を向けて、なんで好きなのかとかなんで嫌いなのかっていうところを深掘りしていく。それの積み重ねで相手の細かい変化にも気づけて、気遣いのできる男とかになっていくわけですよ。もうね、ちょいちょい話してきたんで気づいてるとは思うんですけど、恋愛運を引き寄せるのってそんなに難しいことじゃないんですよ。恋愛運という言葉に惑わされずに、ただね、身を委ねしたらチャンスが巡ってくるとか、そういったスピリチュアル的な話じゃなくて、確率と考え方である程度コントロールできるもの、これが恋愛における恋愛運だってことが分かってもらえたら、僕がこの動画を作った意味があったんじゃないかなと思います。では最後、恋愛運を引き寄せる人が無意識にやっている5つ目の行動に行きます。5つ目は適度にリスクを取れるです。結局ね、恋愛って 100% は存在しないんですよ。声をかけて無視されるかもしれない、声をかけたらいい反応してくれるかもしれない、 LINE を交換したいって言ったらすごく快く受け入れてくれるかもしれないし、もしかしたら断られるかもしれない。絶対に 100% にはならないんですよ、要所要所のポイントで。それを恐れて、いやー怖いから声かけられないな、いや怖いから LINE 交換できないな、デートに誘えないなってやってたら確率をゼロにしちゃうわけですよ。よく考えてみてくださいね。断られてもゼロですよ、誘わなくてもゼロですよ。だったら声をかけて 0.1% でも OK される確率の方を取った方が良くないですか。もちろん怖いの分かります。ただ付き合いたいんだったら声をかけましょう、勇気を振り絞りましょう、リスクを取りましょう。もうね、モテる人っていうのはめちゃめちゃいろんな人にアプローチしてるんですよ。小さいアプローチも含めて、声をかけるとか仲良くなるも含めて、でいろんな人と仲良くなって、その中でいろんな人とデートに行ってたら、そりゃ一人ぐらい付き合いますよ。そういう人を見てね、いやあいつは恋愛運が良かったからっていうのはちょっと違いますよ。繰り返しになりますけど、運は身を委ねるものじゃなくて自分の手で使うものです。そしてその第一歩になるのがリスクを取る。あなたならきっとできます。ぜひね、次回以降の動画を作るのを参考にしたいので、あなたがこの5つのうちに何個当てはまっていたか数をコメント欄に書いてください。ということで次回は告白される恋愛勝ち組になる人の共通点を話していきます。見逃したくない人はぜひチャンネル登録だけしておくといいと思います。それでは次回の動画で会いましょう。